はい、皆さんこんばんは、トリスです。今日は大阪梅田の駅ビル地下に来ています。大阪梅田の駅ビルの地下ってすごくのんべいが溢れてる街って聞いてますので、今日はここで予算2000円で満足できる居酒屋探しやっていきたいと思います。今回紹介させていただくお店がこちらです。マグロマニア。もう名前からしてマグロの店だなって感じが伝わるかと思うんですけど、こちらお通しで出てくるマグロの玉手箱が有名だそうです。それでは早速行ってみたいと思います。お通しが玉手箱って最初聞いた時はあまりピンときてなかったんですけど、あーなるほどこういう感じかってメニューを見たらよく理解できました。飲み物の金額も結構お手頃で、この豪華なマグロのお通しに合うお酒何しようかなと思いながら迷ってました。玉手箱オープン。本当に玉手箱だ。すごい美しい。ありがとうございます。じゃあ中東です、ね、こちら中のがカルテで、はい、こちらが大トロです。このドライアイスの間からキラキラ輝くようなマグロたち、これまさに玉手箱だなって納得のネーミングです。マグロを焼くのでここはビールをチョイス。こうしてマグロを丁寧に焼いていくっていうのが人生で初めてなんですけど、周りの方々も普通の焼肉の感覚で焼いてるような感じだったので抵抗なく焼いてみようと思いました。エプロンを構えていざ準備。この焼いてる音がたまらん。一番最初にいただくのはエラブタかミノかホホ肉って、もうすでに最初からこれここのお肉かなって定かではないんですけど、でもとにかく美味しかったんです。もう肉厚でね、マグロなのかお肉食べてるのかあれって一瞬迷っちゃう感覚になってしまいました。この溶かした卵にマグロをディップしていただきます。もう卵とマグロがこんなに合うってビールがよく進むんです。ここで新たに注文したご飯を投入。マグロを焼いて卵につけて、いやいやここに合うのはご飯でしょうって体が求めていたものを素直に選びました。卵に絡ませたマグロと白米のコラボ、あー圧倒的に優勝。全身に染み渡る糖質とオメガ3、そしてタンパク質のコラボ、あーたまんないです。非常にお行儀が悪いんですけど、これだけねマグロもたくさん種類あって、でもビールも飲みたくってって追いつかないんですよね。一個ずつ食べたいけど、でもなんかいっぱい食べたいから一気に焼いちゃおうかなとか、一人でいるとそんなことばっかり考えてしまいます。一人ごみの醍醐味ってこういった食材そしてお酒と真正面から向き合えることなんじゃないかなって堪能しています。思わず拍手したくなる美味しさ。
そしてすかさずビール。この喉越しもたまらないんです。このマグロと卵、そして白米のこのコラボ、私これで一生生きていけるんじゃないかってくらいハマってしまいました。白米があるとお吸い物が欲しくなるのが日本人の心なのではないでしょうか。トロトロのボリューミーな卵が入ったこちらのスープもとっても美味しかったんです。ふわふわの卵が全身を癒してくれます。ここはマグロ屋さんだということを忘れてしまうくらい、お吸い物とご飯だけでももしかしたら満たされるのかもしれない、そう思えるくらいに白米とスープの相性も最高でした。家で頑張ったとしてもきっと真似できないであろうこのマグロと卵のコラボレーション、お店だからこそ堪能できるこの味、とっても贅沢です。最後に焼くのは大トロです。最後の一つってとっても大事に食べたくなりますよね。これはさらっと焼くのがポイントらしく、本当に一瞬だけ焼いてみました。このまま卵にダイブしてしっかりとディップさせます。最後の一口噛みしめていただきたいところ、最後もご飯の上にのせてしっかりと落とさないようにご飯とマグロをバランスをとって口の中に入れました。じゅわじゅわとマグロの脂が染み渡っていきます。ゆっくり噛みしめて思わず拍手。マグロをすべて食べ終えたので、いよいよフィニッシュに向かいます。忘れられないこの美味しいお出汁、最後に全身をめぐってもらいます。大好きなビールを流し込みます。最後までとっても美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。マグロの玉手箱、すごくね、どのマグロも美味しくって、一つ一つ丁寧に調理してあってすごく美味しかったです。なかなかね、東京にはこういう目で見て味も楽しむっていうコンセプトはないかなと思ったので、すごく新鮮味があって楽しいございました。味もコスパも量も大満足です。ということで、また他のお店も行ってみたいと思います。ありがとうございました。